こんにちは、陽太です。先日僕のチャンネルでアンケートを取ってみました。皆さん、アップル製品ねどれ使ってますかっていうアンケートをしたところ、実に 53% 半分以上の方が Mac、iPad、iPhone ね全部持ってるよって答えてくれました。そしてね、コメント欄に AirPods、Apple Watch とかねいろいろ丁寧に書いてくださった方もたくさんいて、本当にありがとうございます。はい、ということで今日はここからねヒントを得て、僕なりの Mac、iPad、iPhone の使い分け方を紹介したいと思います。前半は Mac、iPad、iPhone のそれぞれの強みを紹介して、後半に僕なりの考え方をシーン別でね紹介できればなと思います。ではまずそれぞれできることです。 Mac、iPad、iPhone のできることの、ね、図をこんな感じで表してみました。真ん中に共通している部分があると思うんですけど、これはね基本的な操作で、例えばインターネットで調べ事したりとか、メール書いたりとか、動画とか視聴したりとか、なのでこの部分をねしたいっていう場合には、基本的にどのデバイスでも自分が好きなものを選べばいいのかなと思うんですけども、それ以外の部分ですね、それ以外の部分をやろうとした時に、それぞれのね、Mac、iPad、iPhone の強みっていうものが出てきます。このチャンネルでたくさん見ていただいている方ならわかると思うんですけども、Apple ぜひね、やっぱりね、どれがいいとかじゃなくて、それぞれね、強みがあって、それぞれね、その強みを生かした使い方ができるっていうのが、かなりね、いいなと思っていて、やっぱね、全部がね、それぞれいいなと感じてます。それを踏まえて、ここからはそれぞれの強みを紹介していきます。まあ、知ってるよって方もね、ぜひね、復習がてら見ていってください。一つ目、Mac の強みはマルチタスクだと思ってます。iPad でも最近ね、スプリットビューでこうやって分割するとアプリ2つ起動できたりしますけども、Mac はね、究極にマルチタスクができます。ウィンドウを、まあ、何個でもね基本的に Mac のスペックがある限り無限に立ち上げられますし、デスクトップをね複数個仮想のやつを用意してミッションコントロールで移動して、画面1個目はサファリで調べて、2個目にこうメモノードを立ち上げてとかっていうような使い方もできたりとか、本当に Mac にしかないマルチタスクっていうのがかなりあります。そしてカスタマイズ性もかなりあるなと思ってます。例えばショートカットのカスタマイズをね独自で作ることだってできますし、また外部接続っていうのがかなり iPad、iPhoneよりも充実してるなと思っていて、今ね M&とできないですけど、外付けディスプレイを、まあ、複数枚つけて拡張したりとか、外部拡張という点でも iPhone、iPad と比べるとかなりね優れてるなと感じます。 Mac は iPhone とか iPad みたいな手軽さは若干ないんですけども、使い込めば使い込むほど Mac ってね手に馴染んでいくんですよね。なのでこの手に馴染んでいく感覚が好きな人とか、効率化とか高速になんか作業をしたいって人とか、あとプロでね複雑な作業をしたいっていうようなユースケースにかなり合ってるなと思っていて、そういう点で iPad とか iPhone より優位性があるなと感じます。続いて iPad です。これはですね、もうね言わなくてもわかると思うんですけども、このね Apple Pencil が本当にね、iPad の強みだなと思ってます。手書きのノートはもちろんのこと、こんな感じでね誰でも絵を描くことができます。 Apple Pencil のね快適さは本当に紙に匹敵するくらいかなと思ってて、 Apple Pencil を、買ってからねもう本当に紙全く使わなくなったなってくらいで、紙は使わなくなりました。あとやっぱりこの板である手軽さっていうのはね本当にあるなと思ってます。先日ね iPad のこのレビューも出したんですけども、やっぱ Mac とかにはないこの板である手軽さっていうのを、ソファーとか、あとこうやって人に見せながらね話したりするっていうのもそうですけど、そういうのができるのが iPad の強みだなと思います。で最後はねもう Apple といえばっていう感じですけど、 iPhone ですね。 iPhone はですねやっぱりねこのちっちゃさっていうのが本当に売りですよね。これ12 mini で今一番ちっちゃい iPhone だと思うんですけども、ポケットにね入りますし、またねこんなちっちゃいのにもすげーパワフルなんですよね。あとこいつの何より優れてる点がカメラですよね。今までだと本当にいい写真撮るとかあったら一眼とかねミラーレスとかそういうのを持ち運ぶっていうのが一般的だったと思うんですけども、本当に最近このカメラとかポートレートモードの進化とか、あとナイトモードですね、あれの進化が本当にやばくて、本当に iPhone だけあればねいい写真が撮れちゃうような時代になったなと思います。こんな感じでそれぞれの強みはこんな感じになっています。やっぱり Mac はマルチタスクとカスタマイズ制限に優れていて、 iPad は Apple Pencil、 そして気軽さっていうのが売りかなと思います。そして最後 iPhone はポケットに入るコンパクトさと、やっぱりカメラっていうのはかなり優位性になるかなと思います。ここまでね見た方ならわかると思うんですけど、やっぱりね Mac、iPhone、iPad それぞれ強みというか良さもあって、さらにここにある AirPods Pro とか Apple Watch ですね、この辺をね組み合わせるとね、もう Apple やめられないっていう感じで本当によくできてますね。この製品感のそれぞれのねクオリティっていうのはもちろんのこと、 Apple の優れてる点はここからで、それぞれの連携っていうのがすごいんですよね。最近僕がすごいなと思ってるのがこのシームレスのね AirPods の切り替え機能で、 Mac で動画を見ながら AirPods でねこう最初やってて、外に出るってなって iPhone 持ってまたねそっちで動画をかけ始めたら、 AirPods の操作をいじることなく AirPods の連携が Mac からね
iPhone に自動的に映ったりとか、もうなんか信じられないレベルで連携っていうのがね進んでいます。有名な子だとエアドロップとか、最近だとマスクをしたままアプローチつけて iPhone をね Face ID ロック解除しようとしたら自動的にね開く機能とかね、そういう感じでもう連携がねもうすごすぎますなのでねもうね Apple ねやめらんないんですよね。これがもう罠というか沼っていう感じですね。でここからは僕がねいつも日々やってる作業をどんな感じでね役割を分けてるのかっていうのをねシェアできればなと思います。まず動画編集とかですね。動画編集はこのやっぱり Mac でねやることが多いです。 Mac の Final Cut Pro っていうね Apple が出しているソフトを使っていて、これ M1 チップとの相性がとてもいいので使っています。あと買い切れっていう点も良くて、他のね有名なソフトいろいろあるんですけど、毎月お金払わなきゃいけないとかってやつなので、そういう感じでねやっています。そして、デザインとかねプログラミングっていうのも僕日々やっていて、こちらも Mac でやることが多いです。まあ、最近だと iPad でも一部ねできるようになったってこともあったりするんですけども、やっぱり Mac でやっちゃった方が早いですし、さっき言ったカスタマイズ性ですね、キーボードのショートカットとかそういうものをカスタマイズしながらやっていく方がより早く高速にいいものを作れるので、そういうね感じで Mac でやります。続いて Zoom の授業ですね。もう1年以上ね大学の現地には行っていなくて、ほぼ Zoom か録画した動画をね見るっていうスタイルでやってるんですけども、まあ iPad とかでもできるんですけど、僕は結果ねなんだかんだMac を使って Zoom やっちゃいます。Mac でやるメリットはやっぱり2画面に分割するのが得意だったりとか、さっきのマルチタスクが活かせるところで、まあ Zoom でね何か聞きながら調べたりとかノート取ったりとかね、いろいろこうバーって切り替えながらやるのに向いてるなと感じます。以前外付けディスプレイしながら、まあ、Zoom 快適にねオンライン授業をするっていう方法をね Mac の使い方紹介してるので、ぜひ興味ある方そこら辺見ていただけるといいかなと思います。そしてノートですね。これはもうねiPad 一択ですね。手書きのノートを書きたいときはやっぱりこうアップルペンシルっていうのが本当にすごいので、基本的に iPad で書くことが多いです。でこの iPad で書いた手書きのノートっていうのは常に iPhone と、Mac で僕同期するようにしていて、ノータビリティというアプリを使ってるんですけど、 iCloud 経由で、まあ、iPad で書いたものがリアルタイムでね全てのデバイスで見れるようになります。で逆にこう Mac でキーボードで打ったものも iPad、iPhone でも見れたりもするので、そういう感じでやるとほぼねシームレスに本当に iPad はペンタブ的な感じの代わりとして使っているような感じです。続いて本を読むことですね。まあ、あんまり本読まないんですけど、 Kindle とリアルな書籍半々くらいで僕は読むことが多くて、その Kindle の方を考えると、まあ、iPad と Mac ね両方で読みます。Mac で読む場合っていうのはなんか調べ事しながら読みたいやつとか、その前後でね Mac を使ったら結構 Kindle アプリ開いて Mac でね読んじゃったりします。ただ基本的には iPad の方が自分の近くに持って読みやすかったりとか、あとこれねジップロックに入れてお風呂に持ってってお風呂の中で本読んだりとかもできるので iPad を使うこともあります。続いて YouTube を見ることですね。僕 YouTube 見るのだいたい音楽を聴く用途で見てて、好きなアイドルの公式 PV を永遠にこうリピートしてるんですけども、それには iPhone で見ることが多いです。そして最後はですね写真を撮る用途ですね。これはもうね iPhone 一択ですよ。Mac の FaceTime カメラなんて画質があれですし、まあ、iPad は近年ね画質すごい上がっていいカメラになってたりするんですけど、あんなでっかいのをねこんなやって写真撮りたくないじゃないですかなので写真撮るときは結局ね iPhone を使うことが多いです。最初の話に戻ると、基本的に僕は Mac でねできるだけ作業をして、手書きが必要なときは iPad、 そしてカメラとか身軽さが欲しいときは iPhone っていう感じに使い分けています。こんな感じで僕のね使い分けを紹介してみたんですけど、最初紹介したアンケートあったじゃないですか。僕投稿した時になんかちょっと予想を立ててたんですよね。で予想を立てて、僕の予想としては Mac、iPhone ペアか Mac、iPad ペアのどっちかがねこう圧倒的に多いんじゃないかっていうのね結構思ってたんですよ。ただそうしたら意外や意外 Mac、iPhone、iPad ね、そして他のも持ってるみたいな、コメントにも AirPods 入れてよみたいなとか Apple Watch も持ってるよみたいなとかね、そういう感じでこうコメントいただいて、改めて Apple 好きな方がね僕のチャンネル見ていただいてるんだなっていうのを再認識しました。なのでいつもよりちょっと企画の内容をね Apple 寄りにちょっと話して今日は見ました。アップル製品ね本当に最初から言ってる通り連携も素晴らしいですし、やっぱりねどれがいいとかじゃなくてそれぞれあることがね魅力かなって思うんですよ、使い分けられるのがね。なのでねぜひMac、
iPhone しか持ってない人とか Mac、iPad しか持ってないって方はですね、ぜひ1個買い足してですねそれぞれするとかなり便利になります。で、それ買い足さなかったとしても一番おすすめしたいのは結局 AirPods ですね。AirPods はね、普通のやつでもプロでも本当にワイヤレスになると世界変わりますよ。なのでぜひね、興味ある方、ここでね、Apple 興味持ったよって方はですね、ぜひ調べてみてください。こんな感じで Apple 好きだよとか参考になったよって方はぜひ評価お願いします。そして初めての方、こんな使い方あったんだって勉強になった方はですね、ぜひチャンネル登録、そしてベルマークのオンをぜひよろしくお願いします。今日はね、コメント欄でぜひ皆さんの Apple 製品の使い分けとか考え方を教えてほしいなと思っていて、ぜひね、皆さん自分なりの使い分けとかおすすめのポイントあったらね、ぜひコメント欄書いてください。ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はね、完全にアップルの回し物みたいになったんですけど、別にお金は一円ももらってません。本当にね、いいのでぜひね、その魅力をお伝えしたいなと思ってお話ししてみました。ここからね、 Mac、iPad、iPhone の活用術ね、いろいろ発信していくと思いますので、また遊びに来てください。ということで、お相手は陽太でした。バイバイ。